12歳の皆さん、身長一緒に伸ばしましょうということで、股関節がね、閉じ始めてきているっていうのがわかります。6から13歳ということで、9時間以上ね、寝てくださいね、というところになります。身長ビヨーン。さて、今回お話しさせていただくのは、12歳男子、身長伸ばす方法ということですね。12歳の皆さん、身長一緒に伸ばしましょうということで、今回ですね、12歳のモニターの方のね、データを使いながら、12歳がどんな時期なのかとかね、一緒に勉強していただいて、身長伸ばすのに役立ててください。早速ですね、本題の方行きたいんですけど、ちょっとその前に、身長先生に聞けよね、最近結構もうね、休んでるんですけども、また再開したいなと。ふうに考えておりますので、こちらの動画の方にぜひね、身長に関する疑問の方をコメント欄の方に記載をお願いします。ピックアップしながら答えていきたいと思います。それでは12歳の実践のモニターさんの勝利、一緒に見ていきましょう。はい、それではですね、今回のモニターさんの、ね、内容を一緒に見ていきたいと思います。今回はですね、具体的に申し上げると12歳と7ヶ月というような形になりますので、初回の方のモニターが13歳と7ヶ月です。ちょうど1年前ぐらいのイメージ感になってくるかと思います。まずですね、最終身長の方で一緒に予測していきたいと思います。最終身長予測するときに、いつも通りこのシートの方を使いながら説明していきたいと思います。最初にお伝えさせていただくと、最終身長を予測するときは5つの項目から予測します。1つ目が現在の身長、そして2番目が過去の身長、そして3番目がレントゲン検査、4番目が思春期症状、そして5番目が両親の身長ということで、こちら5個の項目を予測して、まず最終身長を予測します。それに対して採血の結果を持って、その予測をですね、補正していくっていうのが私のやり方になりますので、今回の方はね、どういったところに向かっているか一緒に見ていきたいと思います。この表ですね、成長シートですね、こちらの表を使うと、日本人の平均的に身長伸びていくっていうのがね、すごくよくわかりますので、こちらの表をまず参考にしていきましょう。こちらの表がね、欲しい人は PDF で無料でお渡ししております。公式 LINE の方に成長シート希望の時にお伝えください。こちらのね、成長シートで、なんとね、最近商標登録も行われました。もちろんね、全然販売するつもりないんですけども、ちょっとした保護のためというような表現でしょうか。で、この方のね、まずデータを見ていくと、12歳と7ヶ月で 164.9cm になりますので、こういう感じですね。近似的に評価をすると、12歳と6ヶ月のところに線を引いて考えていくような形になります。例えばこれがですね、12歳と8ヶ月になってくると、この12歳と9ヶ月の表を参考にします。そのようにしてこの表を使ってくださいね。で、今回とここになります。 DE で見ると 164.9 ですね。大体ここら辺でしょうか。今回ですね、仮に平均的に身長伸びていくと、平均的に伸びていくっていうのは、この表でいくと真下に降りていくというようなイメージになってきます。最終的には 180.3 から 181.0、 こういったようなところが最初の基準値になるわけになります。ただし、これは当然日本人の平均になりますので、皆さんはね、平均的に伸びるなんてことはないわけで、平均より、ね、伸び率が高い子もいれば低い子もいるというところになりますので、この子がね、どちら側に行くタイプなのかっていうのを検討していくような形になります。過去の身長を一緒に見ていきたいと思います。こちらが過去の身長ということで、例えば4歳0ヶ月100センチ、5歳0ヶ月 108.9 センチ、こんな感じでね、ということで、まあ、かなり細かいデータいただいてます。そっちの方ね、こういう風に色を塗って様子を見ているような形になります。最初のポイントとしては、まず5歳ぐらいのところね、よく参考にしてますけども、5歳のところ見てみると 0.5ST と、日本人の平均ですね。平均よりちょっと高いかなぐらいのところですね。仮にですけど、そのまま成長していくと 174.5cm ね、そのようなペースでいらっしゃるわけになります。まあ、5歳はそこからスタートしてるわけなんですけど、その後でどうかなって見てみます。ぐーっと見ていくと、こんな感じでぐーっときて、もうね、すぐ上がっちゃうんですね。で、すぐ。で、また、で、ガガガガガッと上がっていくとですね。もうすごく上がっていくのがよくわかりますので、すごくね、成長率が他のお子様よりもね、強いのがよくわかります。それでですね、まあ、ここで一つの区切りだというふうに考えると、ここからですね、急に上昇してるわけになりますので、ここがいくつの年齢なのか少し見ていきたいと思います。9歳6ヶ月時点でですね、成長シートで言うと、右側に大きくシフトしているというような形になりますので、通常であれば、これは、硬直傾向を示すようなグラフになりますので、ここからですね、やはり、ね、こっち側に行くことが過去の身長から予測されるような形になります。逆にですね、盤直だとしたら、この右側に行くんですね、こうタイミングが大事なんですね。右側に行くのが、例えば13歳とか14歳ぐらいであれば、逆に盤直傾向のグラフになりますので、9歳6ヶ月時点で右側に行っているため、長寿傾向でしょうというふうな判断ですので、ぜひご参考ください。そして、3番目がですね、今回、まあ、骨のレントゲンですね。骨のレントゲンは14歳と0ヶ月というような判断をさせていただいておりますので、やはりね、実年齢が12歳7ヶ月ということを考えても、こちら側に傾向が強いでしょうというような形になります。14歳0ヶ月というのはですね、骨の年齢を示すわけなんですけども、仮に体が全て14歳0ヶ月程度だとしたらどうでしょうというところで、次検討していくような形になります。で、14歳0ヶ月、ぐーっとこういう風に線引いて、このままね、ぐーっと見ていきましょう。はい、ということですね、ここですね、 164.9 センチですね、まあ、ほとんどここら辺ですね。14歳0ヶ月で 164.9 センチのお子様だとね、どれくらい身長伸びるかっていうのはぜひ参考にしてみましょう。こちらからですね、見てみますと、171.9 から 172.8 のペースですね、骨の年齢が14歳0ヶ月ですね、体が全て14歳0ヶ月同じような状況であれば、こういったところに向かうでしょうという表現になってくると思います。次ですね、ちょっと2番に戻るんですけど、1つ前の2つ目のね、モニターさんの時もお話ししたんですけども、
早熟傾向の場合ですと、こういう風にですね、ぐーっといって、おそらくこれがですね、現状トップをついてるような印象がありますね。ここからね、折り返すでしょうってところの表現になるんですけど、じゃあどういったような折り返しのカーブがね、予測されるかってところなんですけども、まあ、仮にここがトップだというふうに仮定した場合に、ここの角度とここの角度が類似したような角度になりますよとかね、以前もお伝えしたと思いますので、ぐーっとこういう風に線が引けます。そうすると、ま、170ぐらいにね、向かってるようなところも、ここから簡単に分かるような形になります。骨の年齢からもですね、172とか、173ぐらいにね、向かっているというところも分かりますので、やはりね、ここら辺が少し妥当性が高いでしょうというところが、1番目、現在の身長、2番目、過去の身長、そして3番目、骨のレントゲンから分かるような形になります。骨のレントゲンについては、後でね、もう少し細かく見てみましょう。そして4番目、思春期症状とかですね、眉代わりの方がですね、ま、大体、小5の終わりってところで、11歳半ぐらいかなと、記録がありますけども、そういったところから見てもやはりね、早熟傾向でしょうというふうな形だと思います。声変わりが12歳0ヶ月未満だとですね、基本的には早熟というふうな判定になりますね。やはりね、ここからこっち側に行くということに考えて妥当性が高いというふうに思われます。次5番目、ご両親の身長ということで、お父様が167センチ、お母様が161センチですので、遺伝身長はお父様足すお母様足す13割る2で表現されますので、170.5 というところで、遺伝身長もここというような形になります。前回のですね、モニターさん非常に類似してるかなというふうに印象になりますけども、セコフに遺伝身長になんだかんだで向かっていく。そして骨の年齢やこういった角度形成からもですね、推定される身長が非常にですね、集約的に収束していくという表現になります、ね。まあ、今の時点でね、予測になってくると169.1から172.8。まあ、こういったところがですね、正しいのではないかと私は思います。それではですね、次ですね、レントゲンの方一緒に見ていきたいと思います。はい、それではですね、12歳7ヶ月のね、レントゲン見ていきましょうということで、こうやって見ていくと、こういうふうに手のレントゲン見ますよとですね。まず一つ目のチェックポイントは、ここの頭骨の骨ですね、ここがぐーっとこう尖ってきてるんですね。この尖ってきてるとですね、比較的成長が早いことを意味しますので、ここからもですね、成長が早いというふうな表現になります。こういったところですね、もう比較的骨端がね、閉じ始めてきているっていうのがわかります。もうここなんかね、ほとんど閉じてるんじゃないでしょうか。まあ、こちらはまだ開いてますね。ただ、12歳7ヶ月としては比較的成長としては早いというふうな表現になってきます。こういったところの成長性は残っているんですけども、12歳7ヶ月としては早い。そういう表現になります。ですね、ここも厳密に見てみると、ここの部分ですね、少し隙間が閉じかけているのがわかります。一番初めのね、13歳7ヶ月です。半熟というふうにお伝えしたこのレントゲンもう一回見てみると、これだけねしっかりと隙間があるの分かりますでしょうか。この子ですね、実年齢は今回の12歳7ヶ月のモニターの子にも進んでいるんですけども、現状骨端性としてはこちらの方がより半熟というところで、12歳7ヶ月の今回のモニターさんがどれだけね早熟かというのはイメージが湧くかと思います。もう一回この方のねレントゲン見てみると、ここの部分ですね、先ほどの方と比べると少しね詰まってきているのがよく分かるかと思います。ということで、まあ私の方で14歳0ヶ月というふうな評価させていただきました。パソコンの方で読み込むと 14.06 歳 14.11 歳ということですね。私もさらに少し厳しめの予想になっているのが分かると思います。ということですね、まあ、今回もですね、どちらかというと、まあ、早熟という表現だと思いますので、こちらが左側に行くタイプだということが効果よく分かると思います。それで実際に、ね、このお子様の採血の結果を少し見ていって、予測がですね正しいのかと見ていきたいと思います。で今回もですね、当然最初に気になるポイントとしては ALP ってやつですね。骨の代謝を表します。 ALP について簡単に説明させてください。車がねどれだけ走りますかという質問を受けるので、距離を速さかける時間なんて表現するんですけども、それを真似すると身長性 ALP かける骨端性、そのような表現ができるわけになります。例えばですけども、時間の方は骨端性の方にこうやって類似してくるような形、そして速さは ALP に類似してくるような形になります。時間はですね、このお子様に関して言うと、実年齢は12歳7ヶ月なんだけども、身長伸ばすという観点でいくと、一般的な14歳0ヶ月のお子様と同じぐらい時間が残されているでしょうという表現になってくると思います。で今回 ALP はということで389というような形になってきます。で389という数字ですね、ここすごく難しいポイントになっています。これなぜ難しいかというと、今の年齢ですとピークの500を打った後なのか、それとも打つ前なのか、 ALP はねもうご存知の方も多いかもしれないけども、まあ、こういう風にぐーっと上がって下がっていくというような形で、トップで500とか打ちますよってことですね。ということは、上がる手前の380と上がった後の389があるということなので、どちらかというところが結構気になるポイントになります。でここで参考になってくるのがテストステロン値ってことで、男性ホルモンの値ですね。男性ホルモンの値が 4.01、 大人の基準値が 1.31 から 8.71 ですので、まあ、そういった意味からですね、非常に高い、というふうなことが分かると思います。この値からは、まあ、ほぼ間違いなくです、ね、こっち側の389ではなくて、こっち側の389でしょうということで、まあ、ここがね、徐々に下がっていくことが予測されるわけになりますので、まあ、ここの値から見ても、先ほどの成長シートから見ても、おそらくまたここがですね少し下がってくる。ただ389です、まだしっかり伸びていますね。ここら辺まではこの列にいる可能性もありますけど、その後は少し下がってくることが概ね予測されるというふうな表現ではできるんじゃないでしょうか。
そして他のデータを見てみますと、亜鉛は今回65、基準値の方は80か130ですので基準値以下になりますね。もう2018年の亜鉛欠乏症診療指針ですね。そういったデータを見てもやはりですね、少し補充してあげた方が身長伸ばすという観点ではいいかもしれません。鉄、これに関しては私フェリチンとあとよく見ますね。ここが29です。17か321。まあこういった点からもですね、少し補充してあげてです。例えばですけども目標値という表現があるとすればですけど、別にね病気じゃないですから絶対補充しなくちゃいけないってわけじゃないですけども、身長の辺伸ばすっていうような観点からすると、私の方でねこういうの100以上にねキープしたりだとかもすることも、しばしやったりも行います。で今回ビタミン D に関して言うと今回 33.5 ということで、こちらの方で比較的十分補充されている印象になりますので、このままでもいいでしょうというような表現だと思います。まあ、こんな感じですね、12歳7ヶ月ね身長を伸ばす方法とかですねお伝えしてきました。今回ねせっかくですので生活習慣についても一緒に見ていきましょう。12歳7ヶ月ということですけど、まずね睡眠に関して言うとね、6から13歳とかで9時間以上ね寝てくださいねというところになります。こちらナショナルスリープファンデーションのデータになります。睡眠をですね、時間に対して質を上げなくちゃいけないですから、湯船に使って体を温めるといいなんてふうに言われておりますスマホ、寝る1時間前にね使用禁止しましょうとかね、そういったこともよく伝えしてます。次、運動です。運動の方は60分以上行いましょう。成長ホルモン分泌も促されますし、運動によってですね、お腹が空いたり眠くなったりもします。食事に関して、ね、この70年間で日本人の平均身長プラス10センチ改善したのは栄養の改善だと思います。何を食べるかじゃないです。まずはバランスですよと。その中でタンパク質いいでしょうってところですね。タンパク質もぜひ摂取してください。まあ、こんな感じですね。ぜひね、皆さんもね、身長伸ばすのに役立てていただければと思います。ご参考になりましたでしょうか。またね、身長先生に聞けの方再開していきたいと思います。身長に関する疑問ありましたら、ぜひコメント欄の方に記載お願いします。それではまた、バイバイ。